暑いね暑いね。おーおーおー、絶対Mステ見てたな。Mステ見てなかった。何見てたかな。っていうか金曜の夜ってさ、めっちゃ見どころありません？小学5年生のやつと、あと何見てたかな、こっこり小坂みたいなやつと、でもあんまり面白くなかったな、こっこり小坂とか言ったらダメか、よいしょ、あんまりハマれなかった。あれ、こっこり小坂ってどういうさ、あれなんですか、アニメなの？よくわかんなかった、見てて。広末さんの逆、あ、ちょっと見てた、そうそう、ちょっと見てたわ、その瀬取りのやつだけ見てました。岩たらハート100ありがとう。猫のさ、うわ毛がすごい、4ヶ月ですまだ。ダウンタウンの番組、個人の感想なのに、どういうアニメなの？こくり小坂って戦争？全然よく分からなかった。待ちに待って浴衣チェキ、あ、浴衣チェキ届いてるそうで嬉しいです。ありがとう、ありがとう、よかった、届いて。ほらちょっと見てたわ。2時間スペシャルとかだったんですか？なんかめちゃめちゃ長くやってた気がする。あとタトゥーのなんかブッチしたところシーン見た。こくり小坂だけあんま分かんないんだよね、どういったあれなのか。こんばんは、ふわつー、タトゥー、そう、タトゥーのやつ見てました。カウントありがとうございます。急にコメントなくなったやん、もう終わろっかなとか言ってはあ。みんなは今日何してたの？こんばんたる、こんばんは。とりあえずなしこと、その飲みたそうなツイートにリプは笑った確かにありなんか書いて、あ、なんか休みがなんたらかんたらで、そうですね、いや今日あんまツイッター開いてないのよ、っていうかあんま携帯見てなかった、リプしとこう。お仕事っす、お疲れ様です。昨日あゆみに LINE したよ、誕生日おめでとうって、元気そうだったよ。旗が UW1 になってないって騒いでた。え、どういうことですか、詳しく。来たばっかり、お疲れ様です、じゃないわ適当すぎてやばい寝てました、同じく。もう今日ずっと寝てた気がするな。今日はね、なんかずっと家にいたので、もう今日は一日ゴロゴロしたろうと思ってずっとゴロゴロしてました。マジのゴロゴロ代表みたいな感じで。今日はジム行って背中のトレーニング、めっちゃいいじゃんジム。平日、あ、今日仕事か、あ、今日平日か、明日が土曜日だからね、みんな明日休みかな。あ、でも土曜日も仕事の人いるよね。机になったことある？あ、ありますよ。ババババンビ行ったら、あら、見た顔がちらほら。あなたも行ったんかーい。あ、やばい、待って、
嬉しい、かほちゃんありがとうって。元気そうだった東京。そうだ、今日本当に携帯触ってないからさ、いや触ってることは触ってるんですけど、見るだけで。 LINE 来てたの返してない、返した、返しとかないと。あやかにさんね、卒業びっくりした、ゆかちゃんのツイッター見て。ちゃんと完了ありがとうございます。また映画のポスターの話でした。ああ映画のポスターの話、待って、めっちゃ旗が UW1 になってないって騒いでた。映画のポスターの話、国立風かな、よかった起きれて。映画のポスターか、コンバットル受けたって、お続々皆さんの元に届いてるみたい、嬉しいです。明日仕事です、お仕事頑張ってください。明日も暑いのかな、暑いよね、暑いよね。森かほです。明日は休日出勤、頑張って。明日まさとも、トシちゃん頑張ってね。今日はトシちゃんのリクエストに応えて、ちょっと遅めの時間帯にしてみました。明日はちょっと早め、早めというか、8時ぐらいにしてみようかな。NGT も5年になるよね、5年か。ごめんなさい、短冊読んだ最後。おチェキ届いてて嬉しいです。ハローカホ、ハロー、 How are you? I'm for the cool. Your Twitter, you are pretty model. あ、Twitter 見てくれたんだ、 Thank you. Thank youI'm fine. How about you? Me too. Me too. Me too. 今日ね、お部屋の掃除しようと思ってたのに、本当にずっと寝てた。そしてまだ眠いから、ゲームしながら寝ようかなって感じ。White? Do you know? What is to you? 過去形だけどね。元 STU48 です。配信時間配慮いただきありがとう。でもまだ終わってないんだからし。すごい頑張って、お仕事。ゼロイチファミリア事務所あるなくなってるね、どういうことですかねどういうことですか。暑いだけで疲れは、ほんまにそれな、日焼けするだけでさめっちゃ疲れたまるっていうね。今度のスタイル TV はカハタルの中井さんの、基本メアさんもレッスンでしょ、だから普通に話すし仲いいしご飯行ったりするし、ゆめさんもダンスレッスンですれ違うのよ、だから結構喋ったりするし、でまあトミさんも普通に一緒にいろいろかぶってるので、撮影とかも一緒だったことあったりしたので仲いいですし、あとは誰だ、誰がいた、あアンジさんもめっちゃ仲いいです。今度またご飯行く約束したので、また行けたらいいなと思って。あえちょっと待って、英語わかんないんだよな、 I had a… わかんないわかんない、そうそうメンバーメンバーめっちゃ英語で喋りかけてくるんだけど待って、英語そんなできないんだよね、ごめんね。あ、英語の人出てきた英語の人出てきたよ
なくなるとかある、何を言ってんのか、主語述語を使ってください。なんでなくなる、どういうこと、いきなりなくなるんとか言われてもなくならないですよ。そのメンバーでご飯コピペしてパソコンで和訳すればよい。じゃあミックさん和訳お願いします。パソコンで、そのメンバーでご飯とかいいなって本当にね。もう本当に本当に仲良しです。楽しい。みやさんもいい人だし、アンジェさんもめっちゃいい人だし、トミさんもいい人だし。ちょっとあれ誰だ、ゆめさんもめっちゃいい人。ゆちさんこんばんは。なになに、なんか英語の人でしてなんか言ってるよ。ちょっと待って読むか。Oh please do insta live with おちょちゃん様で、おっちょ、おっちょやらないです。インスタライブ英語の人コメンタル、はい、寿司ゆちさんこんばんは。STU48 としてカハちゃんのことよく知ってたって、へぇー You know オリエチョウ、オチョのこと、オリエチョウ、あーはいはい知ってます。こんばんは、クリちゃんこんばんは。あーイエス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 、カホタルしかわからないからスタイル TV どうかなとか、しかわからないからスタイル TV どう、スタイル TV どうかな、ごめん待ってちょっと、そのメンバーでご飯とかいいな、そう、あカホタルしかわからないから次行くときスタイル TV どうかなってこと。いやな、いや本当にめっちゃ皆さんいい人です。いや見てね、 YouTube で配信されるからそう見てください。ただし押し編は禁止です。メンバーで居酒屋してる人もいるよね。そう、あのまゆさんがお店をやってて、でそこでお手伝いして、お手伝いっていうかバイトっていうんですかねをやっているタレントさんもいるようです。ニコニコで見たって。こんばんは、おちょ、こんばんは。お、仕事お疲れ様です。You and all... こんばんは、山ちゃん、こんばんは。そこ大事。グッドエブリ。じゃ、わろたわろた。ヒロマまで英語使わなくていいよ。英語で会話してるね。推し編ってなにするわけない、最高かよ。へえ焼肉岩みたいだね、確かに。お15分経過しました、ありがとうございます。仕事なければ行こうかと。推し編はしない、あ本当？当日も可能だもんね、嬉しい。えみでもめっちゃみんな可愛いよ本当に、来てくださいぜひ。 iPhone、待って、なんかすごい英語で会話してるんだけど、なんでさ、え、なんで？結構遅めの時間ですね。あ、そうなの。あの、なんか遅い時間帯の人、遅い時間帯がいいっていう人もいるし、早い時間帯の人がいいっていう人もいるから、交互でやっていこうと思って。こんばんは、お父さん。かほちゃん、おちょちゃんといつかインスタライブしてね、和訳。それかも読んだ、さっき。訳してくれてありがとう。でもしません。でもしません。By the way, かほすごい、なんか日本語に和訳してくれるとありがたいんだけどな。英語で。待って。トロちゃん？By the way, カホ。
あ、何言ってるか分かんない、すいません。そういや、岩の前の道生誕の日に通った。へー、どこか分かんない、岩がどこにあるのか、どこにあるの、チェンジメンバーでいいんじゃない、レユニオンが分からん。あーね、昨日を直島に行ってきて、空き缶との店に、なんで昨日行こうと思ったんですか、香川。 I miss him too だって。空き缶アートのお店に、そう番組で行ったからね、めっちゃ前だね、でも2年前ぐらいじゃないですか。今みんなで前通った大久保、え、マジ大久保にあるの、知らんかった。あ、ミスカハタルアス ST48 ずっと STU のことを言ってるね、なんか STU にいたのかなみたいなことを言っているような気がする。高田馬場から大久保の間だと、マジ行きたい。え、でもちょっとお互いんでしたっけ。カフタラこんばん、今日も来て、ありがとう道秀さん、こんばんは。これ外国の人も見てくれてるのかな。だってさっきさ、一人で英語バーって書いてる人がいてさ、そしたら出てきたもんね、英語の人が。見てくれてるのかもしれないよ、海外の人。白夜、白夜って読むんだっけこれ、白夜消防で読み方合ってんのかな。歩いてみんな汗だく、あ、ほんと大久保まで、そうだね、15分ぐらいかかるんじゃないですか、歩いて行ったら。わい、何、東東京来、待って、東京に今住んでるのってことかな。はい、東京に住んでます。生誕の日もすでに懐か、あ、生誕か、6月そうだったね、懐かしい。要は新大久保、へえ、どのあたり、なんか分かりやすいとこにありますか、分かる、もちろん IC、 もちろんって言ってる、分かりましたって言ってる、何、何が分かったのかな。 AKB だからずっとなんかそのってるんだけど、もっと遠かったよ、そんなかかったんだ、外国から見てるのかな。レス、分かんない、英語読むの諦めた。申し訳ないです、それ。今線路沿いだから、これ、あ、え、線路沿いにあった、線路沿い？いや通ったことはないな、あっちの方なのかな、親子機能あればいいのに。まあ確かに、変わったら外国に好かれるタイプよ、本当に。いわ、新大久保か、駅から5分くらい、え、近い、通ってる可能性あるわ、新大久保結構行くから。生誕祭今年一番、確か、嬉しい、めっちゃ楽しかったね、それな、じゃな、ナナってナナさんのことかな、あー、なるほどね。ナナナナって言ってるか、何がナナなんだなろうと思ったし、ナナさんのことか、近いよって、え、そうなんだ、
絶対わかるわ。え、行きた行きた、誰か行ってくれないかな、めっちゃ行きたい。じゃあな、楽しかったなね。トロちゃんと連絡取ったりあったりしてないの？してないね。行きます。え、本当に行きたいんだけど、ね、ちょっと高いみたいなさ聞いたことがあるから、高いのかな、どうなんだろう。とはいえ今年の他の音活の何もできんけど、今年はねちょっと仕方ないところあります。カフタル岩でバイトするの行くわ。あーはーしないしないです。マシコさん、そうそう、まあでも行くならさ誰かなんか48の人がいいよね、せっかくだから。芸能人が経営する飲食店行ってみたい。確かに、なんかミックさんが貼ってくれて、これ何、5000から7000くらいかな。うーん、なるほどね。大体それぐらいか。上行ってサイン書いて帰ろう。岩の食べログ、食べログだ。うんうんうん、食べログか。岩、うち昨日夜中にインスタライブしてた。あ、そうなんだ。行きたいね、焼肉は。誰かに連れてってもらおう。奈々さんに連れてってもらおうかな。先に眉酒場に行ってほしいな。あー、まあそうですよね、行ってみたいです。岩って高級焼肉店、え、わかんない、そこのとこどうなんですかねまあ5000から7000円ぐらいだって。昔は久保よく行った。へえ、何しに。おごります。いや、確か高級でも、高級はすごい高級だから、こうね、すごく高級ではないんだと思うけど、高級ではないって言い方はさどうなんだろう、よくわかんないですけど。お腹空いてきた、焼肉、もう焼肉行きたい。てか今日めっちゃお腹空いてヨーグルトめっちゃ食べてた。よし、もうちょっとしたら終わる。ちょこっとでもいいから毎日配信できたらいいですね。経費かまいた。有限定く、昨日も誰か言ってたの、有限定って。芸能人の店の人ならでのちょいを高見せてるときだ。へえ、嬉しいです。まだ夕飯食べてないからなくて、それはお腹すくね、まだ食べてないのはやばい。かまたん、かまたん袋に入っちゃった。えいや、かまたんなー、こん中にいます。めっちゃ重いやんか。お母はどこ？なんかあったかいな。え？お母でした。うわー、またいこれだ。わあ、重いって。困っちゃう、重たいよ。でも元アイドルが働く焼肉店なら高くてもいいかも。確かに、
袋の中の猫つけてる、見えない。入れたらだね、勝手に入ったんだよ。これ何キロだ。絶対3キロぐらいあるでしょ。重った。何これ、顔どこ、顔どこ、クシュンクシュン言ってる。面白ポケカブね、まだ出動してませんね。猫だよ。ママやった。岩本駅ビルすげえ。お待ち、体調良かったです。最近測ってないです。エコバッグが猫バッグに。これね、セブンイレブンのなんか700円かな、なんか買ったらもらえるみたいなやつでもらいました。あー困った。よいしょ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 。君重たいね。なんで猫ってこんなふわふわしてるんだろうね。ね。ねえねえ、なんで、あ、痛い痛い。ごめんなさい。痛かったの。ハート100ありがとう。猫パンチ。袋が好きなんだよね。えっ、尻尾、えっ、はい、はい、あ、えっ、今尻尾を踏んでます。すいません、すいません、すいません、怒ってきた。よし、終わろう。そろそろ終わるんご。10歳、和義さん。12位、ラウラウさん。11位、あやななせさん。10位、ライルタル。9位、エイティ。8位、コータル。7位、ピロリタル。6位、アルミカンの上にアルミカンさん。5位、チアさん。4位、まさみさん。3位、ケンちゃん。2位、うーちゃん。1位、トシちゃん。ありがとうございました。ほっぺつるすりは今のところ猫100本。やられました。では皆さん、また明日。いつもギフト投げてくれてありがとうね、トシちゃん。バラひまわりの種じゃないわ、ひまわり岩たるもハート、ありがとうございます。おやすみー。